よし。はい、どうも、キヨチャンネルです。本日は、これ、ポイントの効率的な釣り方、ジッキング編っていうのをやっていきます。ライトジッキング編をやっていきます。釣りなんてのは、正解はないと思うんですけど、自分がちょっとライトジッキングをたくさんやって感じたことを、皆さんに伝えれたらなと思います。ということでやっていきます。この説明の後には実際釣りに行った時の動画もありますんでね、それも流したいと思います。まず最初、ここゴールデンタイム、朝一番ですね。朝一番、日の出とともに行って、夜明けがやっぱ釣れると思います。当たり前です。知ってる人もおると思うんですけど、知らない人もおると思うんで、知ってる人はちょっと、ご容赦くださいね。それで夜明けから最初の潮止まりまでが割と釣れると思いました。割と、もちろん昼間でも地合いが良かったりしたら釣れると思うんですけど、夜明けから最初の潮止まり、なんていうの、潮が止まると釣れなくなりますもんね。そこから一時したら日も上がってくるし、なかなか厳しくなってくるから、夜明けから最初の潮止まりで、この時間っていうのがすごい忙しい時間だと思います。ほんでこの時間の間にポイントにたくさん行きたい、いろんなポイントにたくさん行きたい。例えば1個のポイントやったりしたら、ライトジッキングなんで当然2、3回落としたら魚はすれてくるんですよ。だからポイントをたくさん回る必要があります。でもちろんポイントはちっちゃいポイントでも釣れるから、魚探になるべく細かく、ここポイントは細かく印をつけておくです。もういっぱい、こういう魚探でこういうちょびっと1メーターぐらいのやつでも反応があったりしたらつけておいたらポイントをたくさん打つことができますね。2流しか3流しぐらいで移動。当たり前やね。当たり前っていうか、これを粘りすぎても多分釣れないと思うんですよね。4とか5流しぐらいしても時間がかかって、釣れた魚は食わなくなってくると思うんで、もうこれぐらいでもう切り上げて、この細かく印をつけておいた魚礁へ、もうすぐ隣の魚礁ですね、隣の遠くの魚礁行ったらまた時間がもったいないから、隣の魚礁へ移動して、また2、3流しで移動。こういう感じで自分はやったら釣果が割と安定するようになりましたね。同じポイントで何回も何十分もでするようなことは最近はしなくなりましたね。もう忙しく、この時間にどれだけのこの印をつけておいたポイントへ移動して2回か3回落とす、流して落とせるか。じゃあ釣ってる動画はこちらです。はい、遠くに行けば肩が良かとは釣れますけど、数が少ないですね。このアコウとかも結構大きい。このタイはちょっと昨日釣ったやつ、数が少ないですね。やっぱ、今日は私と先生で僕の船でライトジッキングで浅場を攻めてみたいと思います。浅場って言っても20メートル前後あたり、
つもあの80、70メーターから70メーターを攻めてるんですけど、なかなか食ってくれないということで、浅い22メーター、最初はまあ22メーターあたりからライトジーンプレッシャーの数を狙っていきたいと思います。やりますなぁ。45ミリのジグにできましたね。45グロンだよ。こんなちっちゃい。かかったと思いました。久々のアラ。久々のアラ。はい。アラ。先が釣れたところで編成がかけられました。結構いい、あ、アコアコ来ましたね。やりました。今日の超過です。今日の超過です。私は全然釣れませんやめてくれ今日ちょっとあれだったんです。あのなるべく魚礁を回ろうって作戦だったんですよ。どんどんネットがある。太いですよ。まあまあありますよ。まあまあありますよ。ちょっと見えませんけどまあまああるっすよ。ほらまあまあ入りきれんの。入った。入りましたね。一発ですね、やっぱ。近づいたら一発やね。はい。OK。お疲れ様です。では、カツギョバ持ってきました。おー、素晴らしい。今日はクエを持ってきました。やつはこんな感じです。お願いします。結構大きいでしょ？大きいですね、これは。はい。大丈夫です。違うのか。
これエアが抜き切らないってやったりするもんね。上は空気抜けたんですけどね、店長ちょっとエア抜きばいいですか。いや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 です。いやって言われた。いや頑張ったんですけどね、エアが抜けてない。持ってないですか。はい、エア抜きの道具持ってるんですけど、あのしたんですけど抜けてなくて、今乗ってないです。あ、爪のところにあるんですけど、あこれ締めた方がいいかもしれない。え赤起きたらえらいことになってるから。うわやりました。来た。これクエは抜けたんすね。なんでか。うまいこと。なんとかお願いします。はい。うわちょっと浮いてる。あれしかったな。どうにかしてくれ。どうにかお願いします。背中が鼻のとこ、ああ、はい、ありがとうございます。